どうも、ピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ブリングビッグブレイン、カッコトロール、大きいノーということでしょうか。で、このコースね、X でいただいたんですけど、なんと韓国の方だったんですよ。そしてさらにすごいのが、韓国の方8人でコラボして作ったトロールコースみたいですね。いや、これめちゃめちゃすごくない？それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 1.84%。ただ、見たことあるんですよね。もしかしたらやったことがあるかもしんない。まあどうせ忘れてるんでしょうけどね。さあ、はじまくん、なんだなんだなんだこの息アップ、裏に隠してるのがわかんだよ。今さらそんなままに引っかかるか。これで気づいた方いると思うんですけど、僕開幕シリーズもうやめようかなと思うんですよ。もう何度も何度も言ってるからみんな飽きちゃってるかなみたいな。ダブルハナー、そういうのもいいって。ダブルハナーとか面白くないからもうやめちゃおう。お前が一番笑ってんじゃねえか。じゃあ魚落ちろ。落ちないね。あ、落ちた落ちた。で、魚を落としてあのフラワー取れっちゅうことなんじゃない。まあそんな簡単には取らせてくれねえよな。右から何か来ることは分かってんだ。大事だ。くしゃみを出すな。申し訳ない魚さんよ。でも人間の生理現象なんで魚には分からないでしょうけどね。じゃあここは左ギリギリまで逃げとく。ぐやー、一旦左で逃げればいいのか。そして魚を落とします。でもういないよな、上には誰もいない。でももう一回出てきそうな感じするんだけどな。頼む、出てくんだよ魚。これさ、永遠と出てくるんじゃない？1回目で、これ2回目でしょ。で、3回目も出てきた。4回目まで食べそうか。4回目出てきたらもうこっちじゃないと思うんだよな。やっぱ出てくるよね。ってことはこのコインの方が怪しい。完全にもてあそばれてる。いやいや違う違う、僕が勝手に一人で踊ってるだけだよ。勘違いしないでおくれ。ここでオンオフが変わってしまったけど、もうオンオフは変えることができないで、ね、これはなんで書いてんだろう。ポルト左にはセシまでしか見えない。まあまあ後で読んでおこうか。多分ね、制作者さんとかの名前を書いてるんじゃないかな、これは。で、読めなかったらまたバカにされるから読まなくていいかな。じゃあ下に降ります。強制転校か。僕は今上に連れて行かれて花畑が見えたよ。花ちゃんだけにな。いらんってそういうの、本当につまんねえんだからもうやめておけって。じゃあスピンジャンプでコインのところに行く。あっつ、僕はね、そのポン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 罠に引っかかりたくないんですよ。希望としてはね、3回に1回ぐらい避けるぐらいのデブラさ。何を言っているんだい。引っかかれば引っかかるほど取れなきゃっていうのがあるじゃないか。自分が実況者だっていうことを忘れるな。上はノーって書いてある。じゃあ下に行こうか。下に右に進めないで上に行くしかなくなったのかい。上に行って絶叫したら僕はまたパンツが破れてしまうよ。だから絶叫なんて司令官だ。ほどこのコースやったことあるわ。さっき魚に3回ぐらい引っかかったところからそう感じてましたね。で、バネ置いちゃっていいのかな。いや、ダメだダメだ、自分から引っかかろうとするな。何もしないで進んでいい。もうそんなのやめろって。え、なにこの面白いの、もう一回やってみていい。このドア入れるんじゃない。どうにありませんね。いや、やったことがあるっちゅってもマジで全然覚えてないばい。相当前にやったんじゃないかなこのコース。じゃあ P 風船通ってオンオフで、このまんま先に進むと石エイジが待ち受けてる。何をするんだ石エイジ、何もするな。やめてください。ここ一気に行く、なんか一気に行けそうじゃなかった。いや、当たっちまっていいのかな。まあいいや、一旦このキノコ状態のまま行こうか。じゃあ M おじさんでは分かんないよね。こっからチビになって進めっていう話だったよな。で、針かなんか、いや無理じゃないか。上の針にはだって戻ってこいっていう感じでしょ。こっから綺麗に隙間に入る。いやー、足場があんのか。こんな分かりにくい仕掛けなんか作りやがって。さあ進もう進もう。で、スピンで降りますよ僕。下に溶けそうとかないね。じゃあ土管に、土管にも入りませんけど。あ、右の中に入れっていうことか。これきちいって、え、なにこれ、え、こっから連打していけっちゅうこと。なんでお前は。もう分かったもんね、下に降ります。そしてしゃがまなければいいんだ。で、何もしなかったら右が壊れるから、ここで土管に入っていきますと。さあそろそろ中間ポイント送れ。中間はくれるかなあれ。頼む中間。え、これチャビちゃん登れるよな。で、左行ったら取れると思いますよ。いや、上気になるよな。上ジャンプした瞬間左に逃げようか。どうすか、なんかいるんじゃない。あ、なんもいないのね。じゃあこれ中間ポイントゲット。よし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 。
そしてちくわブロックで降りるか、右の土管、土管は入れねえわ。なんだお前、これさ、右下にチロップいるじゃん。あいつが四角の枠に入った時にブラパが出てくるっていう仕組みなんかな。いや、そんなん初めて聞くよね。さあ、前にはパックンがいる。そして風が出てきてますけど、これは超えれるんじゃないんですか。ここは余裕だな。さあさあ、どんどん進んでいこう。で、パウが必要って書いてる。あのパウは持てないよ。え、普通に降りてっていいの。いや、めちゃめちゃ絶叫してなかった。これ、あ、上に行けっちゅうことね。で、もう一回往復ありそう。このパウ持ってっていいかな。え、持って行かせてね。そして落としていいのかな。下が見えない。今度は落とさないでいいと思いますよ。見てて。おらおらおら。怪しいと思ってた。わざわざ下を見えなくするっていうのは。うまく回避できたね。Z して下から何か出てくる。そしてスピンジャンプで右上の方に行くんだ。貴様らーパーピープポリパーパータタタピポリキーパーピープポリピープポンポンプチプリン。この春の場所でスピンジャンプっていうことだったんだね。うん、違うにゅ。いや、絶対ここでスピン合ってると思うんだけどな。もう一回やっててみようか。あー、今度は踏めた踏めた。で、こいつに乗っちゃっていいのかな。また乗っていこうか。乗る必要は特になさそうだ。じゃあオンオフをしたら絶対この砲台上がってくると思いますよ。だから左で逃げる。ダッサ。もうさ、そういうのやめない？僕の尊厳っていうのかな、そういうのなくなっちゃうから。じゃあ左逃げて、もう一回右を進歩すればいいんでしょうね。オッケーオッケーオッケー。あー、なんか今右の印って書いてたな。あっちの狭い方に行ったらなんかあるのかな。次行ってみようか。いかん、お前は普通に踏めるわけがない。え、なになになに。楽しいね。空中散歩の始まりかいまり。まあ、そんな時間はないよ。さっさと土管に入っていこうか。じゃあここはイカが踏めると思います。二度同じ罠に引っかかって二度も同じリアクションを取るな。で、このイカ絶対沈むと思うよ。前にもいるな。絶対沈むってこいつら。もう引っかかる準備するよ。イカが沈んだらイカって絶叫するからな。パワーブロック捨てておこうか。そしてスピンジャンプでこの溶けそうを踏んでみる。あ、で、右に行け。弱しなかったよ。これ中間取らせてくれんのかい。いやさあさあ、中間ポイント取りまして、のオンオフをするか右上に行くか。いたー、こっちに来るのね。お前かい。いや、右上まだ行ける。目先の餌に釣られるな。ファイヤー無視していい。さあ進んだぞ。で、このハテナ、ニュルニュル動く放題だね。ここは降りたら右ダッシュでいいと思いますよ。このハテナブロックは無視だ。で、オンオフブロックが変わんねえな。あれ、ここで積んだとかないよな。ガマ発見しましたとかないよね。左は、あーダバダーじゃないんだよ。このコースターもらった時バグはないですよって言ってたんだけど、まるでバグみたいな仕掛けがたくさんあってめっちゃ面白いね。さあ今度はちくわブロックを降りませんよ。僕は下に行ったら危ないと思うね。いや、下に行こうか。あの砲台急に上がってくるとかないかな。大丈夫。大丈夫。じゃらくせえ真似をしやがって、こんなところにオープンブロックを隠すなんて。じゃあ上から行こう。で、オンオフをして下のブロックはなくなると思いきや、僕は右にダッシュする。もう分かってんだよ全部さ。オンオフします。何もしない。なんでよ。じゃあここはどうやってすればいいのよ。オンオフをしたらダメでしょ。あ、オンオフをしなくていいのか。あー、なるほどね。そしてオンオフをすると思いきや、下に床があるとか見えるよ。こっちに行けばいいんじゃねえの。そしてこのパンを落とす。そうしたら先に進めるみたいだ。ペーペレペレ。さっき思ったんだけど、この上めちゃめちゃ気になんない。特に何もないみたいだ。何やってんだ。パワーブロックを置いた瞬間左に逃げます。で、このバネを持って右に行っちゃっていいのかな。これバネいらないっていう可能性もあるけどね。で、果てな、いや、ちょっと待て。このオンオフ絶対変わると思うよ。だから走って抜けちゃうぜ。果てなブロックも叩けない。じゃあ上に行くしかないよな。その音楽やめろって。嫌い。この引っかかったみたいな感じ嫌い。え、Pスイッチは？Pのオーバー？
あまり俺を舐めるなよ制作者。もうすぐゴールっていうことは分かってんだ。さあ姿を見せろゴールよ。まだまだだね。ここら辺ドカンとかあるんじゃないの。ないね。このガキを持って上の恩をしろっていうことか。いやちょ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 。なんかねレールがあるんだよな。しかも上にブロックがあったし、あぶねえ。レールのおかげで助かったぜ。じゃあこのカキ一緒に行こうじゃないか。お前生き返んなよいいところで。ここで上に投げる。あ、いやカキいいのかな。このカキ投げなきゃいけなかった。やっぱそうだよな。カキよ。さあ今度は慎重にこのカキを運ぼう。そして上のオンオフをしてブラパーを倒します。でこのカキもう一回持っていかなくちゃいけないのかな。左のペラペラは壊れない。で、このスネオに乗ってさ、もう進ませてくれるとは思えねえ、このスネオ。いや、一旦早く行くか。お前は硬すぎ。いや、そろそろね、中間ポイント戻しとかありそうで、めちゃめちゃビビってるんですよ。見てるみんなは中間ポイント戻し、あれとか絶対思ってるでしょ。人の苦労も知らずさ。じゃあ、ガキは持っていこうか。このガキ、絶対いるような気がすると思ったけど、ここで相殺されてしまうのね。あ、なんかツタン出てきたよ。こっちもなんかある。あるけど、特に意味はない。いや、絶対あるって。もう怖いよ。中間ポイント戻しだけはやめてくれ。鍵ドアがあるけど、この鍵ドアも意味深だな。あっ、やってていってて、あっ、船下押してましてなくてよかったぜ。ゴールなんじゃない。これしていったらゴールなんてねえの。ここ壊してみようか。で、右下は何なの。右下ゴールっていう感じか。ここ隠しブロック。うわ、どっち行くこれ。右下行ったらゴールできそうな気するよな。でも左の土管も気になる。あ、右上行こうか。あ、行けねえじゃんか。これダメだ。中間ポイントを忘れちゃうの。頼む、やめてくれ。せめて C 耐久だけであってくれ。 C 耐久なんじゃない。よかった。どんな C 耐久なんだろうね。何をすればいいのか前提は、右上に行けっていうことかな。これめちゃめちゃむずくない。これめっちゃいいタイミングで上に行かなきゃダメっていうことみたいだね。このタイミングか、それともこのタイミングか。いや、これめちゃめちゃ時間がかかるかもしんない。ここ、うますぎる。で、この上には上がれない。で、このリフトに乗ってこのドアに入ります。あのパックが来るのは待っておけっていう感じか。はいはい。でもね、普通に来ないと思うよ。これどうすりゃいいの。全然動かない。もう一回ドアに入るってことかな。 RNG。 もしかしてこれを何回も繰り返すねみたいな。めんどくさー。まあ何回も見せるの悪いと思うんで、2回目3回目4回目っていう感じで見せますよ。これで2回目。死んだ有名人を舐めるな。苦しい。ならここのフラワーは取らなくて右に進んでよかったんだ。早くフラワーちゃんどっか行って、で下に行けばゴールができるんだねえの。やった、お前がなんでそんなところに記録がいいんだよ。もう先に進めねえんじゃねえの。いや、いける。めちゃめちゃ連打すればゴールできそうじゃない。ちょっとやってっていいかな。このブロックの下に行けるさえすれば、あとは連打でどうにかなりそうな気するんだけどな。このブロックの下に行くのがめちゃめちゃ難しいのよ。きたー、こっからマジで連打するわ。絶対ゴールできると思うよ。いけ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 、やったー。無理やりすぎるゴール。いや、このコースはですね、バグがなくてもめちゃめちゃ動画映えするような楽しいコースでしたね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、1の1建設中で、これはね、コース名の通り1の1が作られる過程を見れるようなコースだと思うんですよ。まあサムネにはね、テレサがブロックを運んでるから、そんな感じなんじゃないかな。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 17.93%。 まあさすがにね、 17.93% もあれば1回もやられずにゴールできると思いますよ。さあ始まった。1の1が作られる過程をどうやって見せてくれるのかっていう感じ。このテレサがさ、運んでくれると危ねえ。やられるところだったじゃねえか。建設中に事故が起きるところでしたよ。まあこのクリボーもちゃんと数を設置してくれてんのかな。このクレーンで運んでるっていうイメージなんかな。で、一気アップ、この辺にワンナップ。あー、やっぱりそうだよな。4つ目の土管入れる。ちょっと邪魔すんだって。いけないじゃねえか、4つ目の土管にさ。よしよしよし、いったいった。あ、土管には入れないのね。じゃあこのまま進んでいっちゃおうか。まあ、建設中だからブロックは下に落ちてるっていうこと。
こと？いや、荒ぶってんな。これ、サボってんじゃないの仕事。さあ、スターを取ってもこのままね、ゴールしちゃってもいいんだけど、まあ、ゆっくり見ていきたいところもあるよな。まあ、アイテムとかもちゃんと設置してくれてる。で、これは何？誰？一の一にこんな奴らいねえんだけど。もしかして、この人たちが作ってるってこと？ハプケン！なに結構荒ぶってないこの位置の位置。どういう警察の仕方してんだろうな。さあこいつらをちゃんと抜けていくよ。ちょっと右上逆光で見えないんだよな。テレビがこのままゴールしちゃいます。いや普通に面白かったね。多分ゴール前の階段も作る途中だったんだろうね、あのハンマーブロスが。まあなんていうかすごく簡単でしたけど、めちゃめちゃ癒されましたね。どうもご視聴ありがとうございます。